はい、どうも、タイガーです。ボトンです。本日はですね、はい、三笘薫選手、はい、今シーズン移籍するのかっていうね。なるほど、移籍ね。まあ、今シーズンですか、まあ、次の夏ですね、うんうんうん、はい、どうなるのかっていう感じなんですけど、はい、まあ、正直言います、はい、僕ら的には、はい、三笘選手移籍しないと思います。しませんね、おそらく。まあ、俺ね、マジでしないと思う。で、これの理由はちょっと最後に、うん、はい、話したいなと思ってるんで、まずね、はい、いろんな今出てる情報をちょっとさらっていきたいなと思ってて、はい、まあ、そもそもね、三笘選手、はい、まあ、怪我で、まあ、腰の怪我でですね、うん、今季はもう絶望ということになってるんで、はいはいはい、うん、でももしこのまま三笘が本当にブライトンから移籍するんだったら、うん、もう三笘はブライトンで見れないってことなんですよ。そうね、うん、もうその時点で結構寂しいんですけど、いや、はい、で、噂されてるのが、うん、まあ、デゼルビーいるじゃないですか。デゼルビー監督ね、まあ、ブライトンの監督が、はいはいはい、そもそもデゼルビーが引き抜かれる説が、まあ、これは結構騒がれてるね、うん、これ結構濃厚で、濃厚だね。で、なんか契約解除金というか、はい、責任取れよみたいな、あ、はいはい、修復金みたいなやつでデゼルビー23億円らしいんですよ。おで、これってなんか一見安いように見えるじゃないですか、まあ、ちょっとまあ選手と比べたらね、はい、ただこれ監督としてはめちゃめちゃ高いらしいんですよね。そうなんだ。そう、23億って、でなんかポッターが、うん、あのチェルシーに抜かれたじゃないですか、はいはいはい、あれもなんか確か20億はいってないみたいな感じで10何億とかだったらしいんですよ。あ、はいはいはい、そう、だからデゼルビのこの23億ってすげえ異質というか、はいはいはい、でこれをなんか狙ってんのが、うん、まずバルセロナ、うん、あー、これ結構情報出てるね。そう、これめちゃめちゃ情報出てるじゃないですか、うん、はいはいはい、で、あとはまあユナイテッド、マンチェスターユナイテッドも意外と言われてるとね、はいはい、まあ今ね、監督解任するかどうかみたいなね、そうそうそう、話もあって、で、リバプールも、ああ、そっかそっか。まあでも必然的にね、クロップがもうやらないって言ってる以上、うん、後釜は、そうね。で、リバプールもリバプールで、シャビアロンソ結構有力だったじゃないですか。ああ、そうだね。ただ、バイエルン説の方が、あ、濃厚になってる。濃厚で、やっぱりシャビアロンソもさ、うん、ドイツでの暮らしが安定してるから、そうね。結構ね、やっぱり、暮らしも大事だから、まあまあまあ。なんかみんな軽くね、これ、ゆかりあるからいいんじゃないかみたいになってるけど、うん、やっぱ本人のね、うん、環境っていうのも相当大事なんだよね。まあ、そうね。今の暮らしがあるからね。そうそうそう、そうそうそう、うん、だからそこから組み替えるって、うん、だから俺らね、サッカーゲームとかでさ、うん、監督引っ張ってきたり選手引っ張ってきたりって結構、うん、勝手にね、そう、軽い気持ちでやってるけど、勝手に人の人生操ってるけどね。そう、本人からすると、うん、組み替えるって多分相当ないや、まあそうよ、カロリーだと思うよ。だってまずみんなさ、うん、関東から関西とかさ、そう、地方に飛ぶだけでもさ、しんどいよね。ちょっとこう心配になったりさ、ストレスでかかるじゃん、転勤で、ね、同じ国の中で転勤するでも、まあ、そう、精神的ダメージとかね、結構くるけど、だからよっぽど条件がいいか、うん、それこそ本人もめちゃめちゃ乗り気というか、あ、そういうのが全部マッチしないと、はい、なかなか人って動かないと思うんで、そうね、まあ、そういった意味でも、うん、まあだからデゼルビーとかは結構あり得るのかなっていう、ああ、確かに。そう、うん、で、デゼルビのいいところって、はいはい、俺、分かりやすくサッカー変わるじゃないですか。まあ、そうね。いや、うん、俺、あんだけ自分の肩持ってる人っていないと思うよ。うん、ああ、確かに確かに。だからもう、デゼルビがさ、他のチーム行ったら、俺、そのチームどういうサッカーになるかもう分かるもん。分かるね。うん、で、僕ら毎試合ね、デゼルビサッカーもう毎試合見てますけど、はい、デゼルビのサッカーって限界あるって結構最近では言われてるじゃないですか。そうね。でも、意外と、中盤に強度高くて上手い選手いたら、うん、結構俺強いと思うんですよ。まあそうだね。それこそ昨シーズンで言うと、カイセド・マッカリスターいた時の、やっぱ中盤で剥がせるじゃないですか。そうね。結構食いつかせてなんぼのサッカーじゃないですか。うんうん、ブライトのサッカーと真ん中つけて、はい。で、そこでひっくり返せればすごいチャンスになる。まあ疑似カウンターって言われてましたけど。そうね。で、今のブライトンって、ギルモアとクロスだとやっぱりプレス受けきれないんですよね。まあそうね。そうで、ボール失った後の切り替えも、やっぱり、強度の部分でもやっぱかからないから、うん、まあ中盤でのボールの奪いどころも結構甘くなるし、うん、まあ一枚剥がすっていうところでもやっぱパスでしか剥がせないから、一、はいはい、個圧力グッて受けたひっくり返すっていうのがないから、うんうんうん、だから結構そのまあユナイテッドとか、まあ、そもそもバルサとかリバプールとかだったらやっぱ能力の高い選手がいるじゃないですか。そうだね。だから意外とデゼルビって俺らの願望でもありますけど、うん、まあビッグクラブで見たいっていうのもありますし、確かに。ビッグクラブの選手だったらデゼルビのサッカーもっとフィットさせられるんじゃないかなっていう。まあ、そうね、うん、まあ、ビッグクラブはもういい食材が揃ってるから、そう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 、まあ、あとはデゼルビというね、いいシェフを連れてくるだけだもんね。でもブライトンはやっぱ能力低いからね。低い、本当に本当にスピードとかマジでないし、とにかくフィジカルが弱いんですよ。いや、まあそうね。そう、やっぱあのギルモアグロスもやっぱフィジカルレベルが低いじゃん、うん、でその先のレイオフの1個前がブロナノッテとかだと、うん、やっぱね、まあ、それでもボール回ってますから、まあまあまあね、そこね、やっぱブルノ・フェルナンデスとかになってきたりとか、確かに、うん、フォワードももっと能力高い選手いますから、うん、そう、だからそこはちょっと面白いのか
かなっていう。そうね。で、まあこれで三笘移籍説も連動してくるわけですよ、デゼルビ。なるほどね。デゼルビ相当三笘のこと気に入ってますし、はいはいはい、でバルセロナとかもやっぱ、ね、三笘に目つけてますし、うん、まあでもデゼルビ多分移籍したらまず三笘連れてこうって多分なるから絶対。まずはなる。なる、うん、であとはだからそのクラブとのお金の問題になってくるから、ね、はいはい、ただもう三笘連れてこようっていうのはもう 100% なるから、うんうん、だからデゼルビの移籍イコール三笘も連動するっていうのは、うん、まあ、必然的ですし、うん、まあ、そもそも三笘がもう移籍の噂めちゃめちゃありますから、うん、あ、そうね、まあ、それこそ前マンチェスターシーとかね、あー、あったあった、うん、めちゃめちゃあるんで、うん、まあ、そこはいろんなチーム噂になってますけど、そこもあくまで噂なんで、うん、まあ、僕ら的にはそこまで深掘りはしないんですけど、はいはいはい、でこっからですよ、うん、あのさっき僕ら三笘が移籍しないんじゃないかって言ったところの理由が何点かあるんで、はいはい、そこちょっと発表させてもらいたいなということで、お願いします。でまず一つ目、はい、オーナーのブライトンの、うん、ブライトンのオーナーのトニーが、はい、トニーブルームがですね、はい、主力を売らない宣言を何していてですね、はい、まあそれも、まあ、夏これね情報がちょっとまあ出所が曖昧なんで、うん、まあ本当か分かんないですけど、うん、まあ、とにかくね冬の移籍ではもう絶対主力売らないっつってて、うん、あ、そうなんだ。で夏も結構主力残していきたいみたいな、うん、で結構ブライトンをビッグクラブ化というか、はいはいはい、まあ、主力残しつつ、うん、まあ、売れるところは売って、うん、潤わせていくっていう、はいはいはい、結構ブライトンも割と字が出てきてるのかな、なるほど、はい、そうなんだ。そうなんで、うん、まあ、そうなってくると、うん、残るのかなっていう。だから意外と三笘残るんじゃないかなっていうのが確かに、ね、まず1点の理由で、うん、はいはいはい、で次が、うん、今シーズンの三笘のプレー、はいはい、でやっぱ三笘ってすごい違い作れるじゃないですか、うん、でボール持ったら持ったでめちゃめちゃ違い作れるから、うん、そうよ、素晴らしいんだけど、うん、今シーズンのブライトンでの三笘って、うんうん、ボール触ってないんですよね全然。あ、確かに触る回数少ないかもね。で数字もめちゃめちゃ残してるかって言われたらそんな残してないと、まあそうね。で多分ちゃんと見てる人はいや、うん、それでも三笘やっぱすごいと、まあまあ、やっぱ一瞬一瞬のプレーの質の高さって異次元じゃないですか、まあ、そうね、まあ、そうなってくるとやっぱ数字もそんな残ってないし、うん、やっぱブライトンのサッカー上やっぱり真ん中つけるサッカーで、まあね、これ見てる人は分かると思うけど、うん、マジでウィングにボール入んないから、うもうまず中しか見ないから、そうまずファーストチョイスがで中つけるための外に一回振って矢印分散させてまた中刺すサッカーだから、うん、だから本当にねこう見てる人分かるけど本当上下運動して、うん、まあ、趣味での貢献とかはもちろんあるんだけど、はいはいはい、まあ、やっぱそうなってくるとやっぱりビッグクラブには、ね、左ウィングなんか一番ヤバいやついっぱいいますから、あ、そうね、だからねそこの、まあ、左ウィングっていうもう自分のチームにいい選手がいた上で、うん、まあ、結構今シーズンに限っては数字そこまで残ってないですから、そうね、まあ、そこに80億出してまで取るのかっていう、うん、確かに。ただやっぱ三笘のことちゃんと見てる、まあ、スカウトとかは絶対ちゃんと見てますから、まあまあまあ、うちのクラブ来たら絶対もっと活躍できるんだよって思ってる人も絶対いるから、そうね、だからそういった意味では、うん、まあ、そう見られてたら多分移籍するとは思うね。まあ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 、まあ、でも三笘活躍するとしたらでもマンチェスターシーとか一番活躍できそうかなっていう、うん、そうね、なんかドクいるとかグリーリッシュいるって言われるけど、うん、まあ、それでも三笘抱えといて損ないと思うし、うん、もっと使い方ペップだったらあると思うから、そうだね、だからなんかマンチェスターシティとかは意外とありそうだし、うん、まあ、デゼルビセット移籍は、あ、まあ、濃厚かなっていう。そうね、それが一番可能性高いかな。そうだね、多分デゼルビセットが一番、うん、移籍するとしたらね、うん、ファティの契約解除金が、そうそう、ファティ今レンタルじゃん、はいはい、そ、解除金がなんか大体100億円らしい、はいはいはい、で三笘が今さっき言った時に80億円、うん、でデゼルビを取るっていうのもまあ23億円でしょ、ね、うん、でまあ大体100億円で、そうだね、ファティと、まあ、デゼルビ三笘セットでトントン交換みたいな、あ、ファティ取って三笘、うん、とデゼルビがバルサ行く、バルサ行くみたいな、うん、が結構濃厚、まあそういう選択肢も今ささやかれてる、うん、そうね、うん、そう、ただそれもちょっと現実的じゃないよねやっぱり、まあまあ、ブライトン的には多分デゼルビと三笘残すと思うけど、うん、っていう感じで、うん、でなんだけど、だからバルサーで行くってなったら、うん、まあファティを買い取る前提感はちょっとあるし、まあそうね、でバルサーもね、だから蓋開けたら意外とお金作ってくるみたいなパターンありますから、確かにだから仮にデゼルビだけバルサ行って、うん、まあ、三笘とかは連れてこれないみたいなのも全然ありますからね、まあね、うん、でこっからがですね、三笘のターニングポイントになるんじゃないかなと思ってて、はいはいはい、デゼルビだけやめて三笘は残るっていう来シーズン、はいはいはい、になったら、うん、俺三笘もっと逆に活躍できる可能性あるんじゃないかなっていうのはなるほどちょっと思ってて、うん、まあ、もちろんデゼルビ三笘のこと信頼してるから、うん、すごい、で別にね三笘活躍してないわけじゃないんですよ、いやそうよ、そう活躍してるよ、デゼルビのサッカーって超魅力的だし、うん、面白いし、うん、特に
見ます。あ、バレバとか出るようになってさ、あ確かに、やっぱその中盤の強度を大事にしてる時のデゼルビって、うん、結構いいサッカーすんだよ本当に。そう、ねうん、で今そこに三笘とかジョアン・ペドロが怪我でいないから、うん、そのどうなるかまだ見れてないんだけど、うん、ただワイドの優先順位が相当低いから、うん、これもしデゼルビやめて、うん、結構サッカー変わって、うん、あのもっと三笘が生きるようなサッカーになる可能性全然あるわけじゃないですか、ねうん、で結構三笘って俺運も持ってるような人だと思うんで、はいはいはい、結構ここ何シーズンかはね もちろんデゼルビに信頼された上で三笘も結構いいパフォーマンスしてたんですけど、うんまあ、ここに来てね結構デゼルビもねなんかブライトンでやっていく難しさっていうのをもう2年やって感じてると思うし、まあ、限界というかね、そう、はいはい、でブライトン的にもやっぱちょっとデゼルビもちろん多分何も悪いと思ってないですよ絶対、うん、そうよ、けどやっぱちょっと変えてみたさはあるじゃん、変化をね加えるという意味でね、だからそういった意味でもこの2年、うん、2シーズンっていうのは結構キリがいいのかなっていうところで、あ確かに、だからデゼルビだけいなくなる可能性は俺マジであると思って、あそれあるかもね、そうなった時の三笘がどうなるかっていう、うん、ああはい、はい、だからそれこそマンチェスター市とかってやっぱウィングにめちゃめちゃボール入ってウィングに仕掛けさせたりとか、そうだ、ね、アーセナルとかもそうだけど、うん、よりそういうねワイドが、うん、にもっと花を持たせるサッカーになる可能性があると思うんで、うん、そうね、うん、そうなったらそうなったでねもっと面白くなるし、うんまあ、ブライトンがねその上位に食い込んでいく可能性も全然あってもおかしくないから、うん そうね、それこそバレバとか覚醒したら、うんはいはいはい、でもっと補強うまくいったりとかしたらあると思うんで、うんうんまあ、トニーも言ってますけど、うん、あの主力占い宣言、いやそれはおもろいわ、ブライトン ビッグクラブかというか、ねまあ、そこのパフォーマンス認められて三笘移籍する可能性もありますけど、あ、はい、だからそこはちょっと面白いのかなっていう、はいはいはい、まあ、ということでですね、はいまあ、結構ありきたりな情報に僕らの考えを載せただけみたいな動画ですけど、はい、意外と、うん、もちろんデゼルビのサッカー超面白いけど、うん、なんか環境を変えて、うん、三笘がもっと活躍するというか、はいはい、でブライトン自体も最近うまくいってないですから、あ、そうね、まあ、そういった意味でも、うん、デゼルビじゃなくなるっていうのも、うん、結構ありなのかなっていう、まあ、プラスになる可能性もあるよね、あるある、うん、でしかもデゼルビはデゼルビでね、あの俺らも見たいしね、そうね、ビッグクラブのデゼルビ見たいから、うん、いや見たいよ本当に、そうなんかビッグクラブ行ってほしいよね本当に、いや本当に行くんだったら、うんうん、で それ以外だったら俺ブライトン残ってほしいから、確かに、うん、であと最近のなんかデゼルビの考え方も結構アップデートされてるからね、あそうだね、あの、うん、中盤にバレバを置き出したりとか、うんうん、あと三笘がねなんかもっと動きが自由になったりとかさ、あそうだね、そうただワイド使わないのは確定だから、うん、デゼルビが、まあ、これはね、うん、これは確定、だから、うん、三笘あれだったらもうちょいフォワードとかよりで見たいなっていう、俺らはずっと言ってますけど、ね、うん、マジでいかんせんワイド使わないからな、使っても逃げ道でね、迂回ルートで使うから、そう、だからちょっとねもったいねえなっていう、うん、そうね、あ、まあ、ということです、はい、まあ、今後ね、まあ、三笘が本当にもうブライトンで見れなくなる説全然ありますから、いや全然あるからね、うん、夏が怖いっすわいや本当にだからさ去年も怖かったもんね、あ去年も、ね、いや三笘ちょっと残ってほしいなって感じだった、うん、でなんだかんだ今シーズンもやってくれたから、うん、ちょっとさすがに2年って環境変えようかな、うん、っていう、もうしかも条件も来てたら、うん、そうね、人間の心理的に環境変えようかなってなる、うん、まあスパンだから、いい、そうね、うん、いい期間だよね、なんでちょっと、うん、夏ちょっと怖いですけど注目ですね、はい、ブライトン本当に、うん、デゼルビとかも含めて、そうね、はい、まあ、ということで、ね、この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、お願いします、それではまた次回の動画でお会いします、ありがとうございました、ありがとうございました。